れました。このチャットニーですね、トマトのチャットニー入れようかと思います。これは自家製です。今年の秋に作ったんですが、家のトマトとリンゴ、それから玉ねぎですね。いろんなものを入れて作る方がもっと美味しいですよ。これを入れて、それから長く煮れば煮るほど美味しいんですが、次にこれもやっぱり自家製の、醤油麹ですね。醤油麹、これを少し隠し味に入れようと思います。これチャットニーお見せしましょう。こういう風になってます。見えるかな、こんな感じですね。あ、パンに塗っても美味しいです。これでまたあと 3、40分います。美味しそうですよね。スパゲッティソースの完成です。Where did you pull? Yeah.いただきます。ね、わしょっ、わしょっ。おすかえ、うん、ってこっ、うん、見てね。うん。コンスパ。